効果ってすげえなって話の続きをしていきましょう。 Google Earth で地下鉄や路面電車など鳥視点で旅していくとシリーズ、前回は地下鉄空港線を旅しましたので、今回は箱崎線と七隈線をやっていきます。では最初箱崎線から。箱崎線は中洲川端起点ですけど、線路自体はここ天神から分岐していきます。天神駅を出発した列車は出発直後に空港線から分岐をいたしまして、箱崎線に向かう線路へと入っていきます。そして天神駅から 0.8km 中洲川端駅の方に到着です。箱崎線はこの駅からスタートしまして貝塚駅までを結ぶ 4.7 キロほどの短い地下鉄路線となっています。それでは地下鉄箱崎線の旅をスタートしていきましょう。中洲川端駅を出発しまして、地下鉄空港線はこれ右にカーブして博多駅を目指していきます。箱崎線はこのまま直進です。そして駅間距離 0.5km、 わずか 500m で次の駅呉服町駅の方に到着をいたしました。駅間距離 500m ですからね、正直歩いた方が早いんじゃないかなと思う短さです。そして次の駅間距離もまあ短いんですよね。駅間距離 0.7 キロで次の駅千代県庁口駅に到着です。その名の通り県庁が近くにあるのかと思いきや、実はトラップ。まあ別に全然歩いていける距離ではあるんですけど、実は次の駅の方が県庁には近いっていうね、県庁駅の方が県庁から遠いという謎駅です。まああくまでも県庁口なんでね。今右手側にあるのが福岡県庁になります。では千代県庁口駅から 0.9km で次の駅前田市九大病院前駅の方に到着です。県庁口駅を差し置いて福岡県庁の最寄り駅となっています。駅から右に行きますと JR 吉塚駅、左に行けば駅名の名の通り九州大学病院があります。あとは九州大学の医療系の学部もありますね。そして次の駅は前田市九大病院前駅から 0.8km 箱崎宮前駅になります。こちらは日本三大八幡宮箱崎宮の最寄り駅になりまして、蒙古襲来、まあ元寇とも言いますね、鎌倉時代のモンゴルからの襲撃の際ですね、この地で激しい戦闘が行われたんですけど、まあ俗に言う神風が吹きまして困難に打ち勝ったことから、厄除け将軍の神様としても有名だそうです。箱崎宮前駅から 0.8km 箱崎九大前駅の方に到着です。もともとはこの駅の近くに九州大学箱崎キャンパスがありました。まあ間もなく見えてくると思うんですけど、現在は移転をしまして巨大な跡地となっています。これからはこの巨大な跡地を再開発していくようで、なんだったかな、なんかスマートシティとかなんか言ってたかな、まあそういう感じの再開発を行っていくようです。そして 1.0km 進みまして終着駅貝塚駅になります。そしてまあ線路は繋がってはいないんですけど、この先は西鉄線の線路が伸びています。福岡市地下鉄、最後は七隈線です。橋本駅を起点としまして博多駅までの 13.6km を結ぶ路線、天神南博多間は今年3月開業の出来たてほやほやの延伸区間となっています。さて天神南から博多駅への地下鉄延伸に伴いまして、利便性が向上したとともに混雑対策が追いつかず頭を抱えている地下鉄七隈線ですけども、起点の橋本駅に関しましてはおおよそ地下鉄駅とは思えぬのどかな風景、そういう風景が広がっている駅前となっています。まあ、こんな感じで、あ、のどかだな、田舎だなみたいな、そういう風景になってるのがわかると思うんですけど、まあ、この中に地下鉄橋本駅があるわけです。では橋本駅の方に向かっていきましょう。こちらが七隈線の車庫ですかね。そしてその近くに地下鉄の橋本駅があります。七隈線の旅、博多駅を目指してスタートです。最初 2,3 分くらいは映像ずっと郊外住宅街になってるんですけど、 2,3 分くらい経ちますと急激に、ああ街中入ったなって景色に切り替わっていきます。それではね、映像博多駅を目指している間、その時間を利用しまして、まあ、沿線紹介とは少し話ずれますけど、まあ、前回はね地方大都市って言われてる中でも福岡ってちょっと別格よなって感想述べましたけど、まあ感想ですけど述べましたけど、やっぱ令和2年の国勢調査人口のデータを見ましても福岡ってすごいよねって話ちょっとしようかなと。まあ令和2年の国勢調査なんでね、まあ、すでに知ってる方の方が多いかなと思うんですけど、まず2015年から20年にかけての人口増加数っていうのは福岡市プラス 7.3 万人、増加率は 4.79% でした。これはねいずれも政令市トップです。まあ人口増加率に関しましては母数にも影響がされるのであれなんですけど、でも人口増加数もしっかり政令市トップを取っているあたり真に成長してるんだなと感じますね。そして福岡実際に行ったら活気があったなっていうところにつながる要因の一つといたしましては、まあ、これあくまで割合ではあるんですけど、まず高齢化率
率がね、東京23区プラス政令市の中で3番目に低くて、これ 22.1% となっています。高齢化が進んでるところはね、政令市でも 30% 前後とか言ってるんで、高齢者の割合が福岡低いんだなってことが分かります。で、反対に15から29歳の若者率はこれ 17.6% になっていまして、東京23区プラス政令市の中でもトップ。そしてそのうちの女性ですね、若い女性の流出で悩む街もね、今現在ある中で2位川崎の 8.4% に大きく差をつけ、福岡はトップの 9.2% となっています。高齢者が少なくて若者が多い、まあ、だから活気があるのかなと思えるデータですね。若い人が多い理由として考えられるのは、まあ一つ目は九州の中心ゆえ学校が集まっている学生とかが結構多いのかなと思われます。で、2点目はね、従業員の9割が第三次産業に次ぐ第三次産業の街ですから、仕事面でも若い人、特に女性は来ますよね。まあ、それが理由かなと僕は勝手に考えております。そして九州地方って人口1200万人を抱えていて、まあ、人口も結構多いので来る人の絶対数も多くなる。あくまでも国勢調査とかのデータのみでの話なんで、これだけでは決められない部分もありますけど、ただこの部分だけを参照した場合は、福岡って九州の中心じゃなくて九州の首都っていう表現の方が適切なんじゃなかろうかと思うわけです。正直福岡異常とも感じますね。九州地方の中ではこの福岡への一極集中ってのがすごく進んでるんだろうなと。この状況がいいのか悪いのかと言われれば、地方都市からすればよくはないんでしょうけど、まあ素直にすごいなとは思っております。さて、話を七隈線に戻します。まもなく右に曲がります。これ右に曲がりますと駅ナンバー N-10 ベフ駅です。ここまで郊外って感じの映像でしたけど、曲がった瞬間一気にマンションだらけ、一瞬で街中に入ったなーって感じですね。ベフ駅を出発しますと、この先の道路橋になっていますけど、実はこの下を過去に JR 筑肥線が通っていたようです。JR 筑肥線は過去に姪の浜博多間も線路を持っていましたが、地下鉄空港線との相互直通運転を機に廃止されてしまいました。ベフから 0.8 キロ六本松駅です。副都心って言ってる人がいまして、そうなのかなと思って調べてみまして、まあ副都心と定義しているような公式な資料とかは、まあ、僕は見つけられなかったんですけど、まあ、でもこの辺はひときわマンションとかがすごく集まっている福岡の拠点の街の一つとなっています。この辺はまだ福岡の都心というわけではなさそうです。この先桜坂、役員大通り、役員と続きまして、役員大通り駅から先が福岡の都心部と位置づけられているようです。ここが桜坂駅ですね。さて話がまたちょっとずれるんですけど、前回空港線編のコメント欄、どっちが都会か云々で若干ちょっと荒れてまして、また荒れますとそれを見て不快に感じる人もいるかなと思うので、まあ、僕がコメントを出しておきますと、 GDP やら高層ビルの数とかそういう限られたデータで都会かどうかを決めるっていうのはちょっと視野が限定的な気が個人的にはしてまして、まあ、どういう視点で比較するのかを明確にしているのであればデータっていうのは役立ちますけど、都会かどうかっていう漠然としすぎたものになりますと、これはいろんな幅広いデータの相互作用の上に成り立って、かつ自分の体験や感情が含まれた比較が入ってきますので、ここに関しては正直主観からは逃れられない部分だと思ってるんで、皆さんいろんな見方があるんだなくらいで構えているのが一番いいと個人的には感じています。僕が話している内容もあくまでも僕から見た考え方、感想に過ぎないので、まあちょっと違うなと思ったら別にそれでいいと思います。まあ、とにかくコメント欄平和であってくれればなと思います。今度こそ七隈線に話を戻します。六本松、桜坂、役員大通り、役員と進んでいきまして、まもなく N-15 渡辺通り駅です。いよいよオフィスが立ち並ぶエリアへと入っていきます。広域で考えればおおよそ天神エリアという認識でいいのかな。渡辺通りの駅から 0.7 キロ、最後駅手前でぐわーっとものすごい急カーブ曲がりまして、まもなく N-16 天神南駅になります。大丸百貨店、あのオレンジ色の建物ありましたよね、あれ大丸百貨店で、あれの横にありまして、西鉄福岡駅の南口付近に駅を構えています。天神南を出ますと次の停車駅は 1.0km 先の串田神社前駅、その名の通り串田神社の最寄り駅。夏には串田神社に山笠を奉納する博多祇園山笠が開催されまして、あとキャナルシティ博多もね、この駅ができたおかげで随分と駅からのアクセスが良くなりましたね。ということで次の停車駅が 0.6km 先の博多駅、まもなく終着駅に到着をいたしますので、ということで七隈線旅および福岡旅は以上。この先北九州のモノレール、そして四国へ入り、まずは松山の路面電車と続けていく予定です。